へいらっしゃい、ヤモリフミです。皆さん、100円寿司って食べてるでしょうか？まあ、最近はですね、100円でお寿司を食べられるお店も増えてきましたよね。こう、くら寿司だとか、はま寿司だとか、かっぱ寿司だとか、スシローとかね、100円で寿司が食べられるところがいっぱいあるんですけれども、100円寿司のその先って、何だと思いますか？そう。10円寿司です。100円寿司を極めれば人はいずれ10円寿司にたどり着くはず。というわけで今回は時代を先取りして10円寿司を誰よりも早く作ってやろうじゃありませんか。はい、ということでですね、10円寿司作っていくんですけども、まあ作り方としては簡単ですよ。まず酢飯を作ってその上にネタを乗っければはい寿司の完成です。ネタの部分はですね、なんかスーパーで適当なお刺身を買ってまいりました。なんと1パック税込み644円です。で、シャリなんですけど、本来はですね、ご飯にお酢とか砂糖とか、その他もろもろちょっとしたものを入れてかき混ぜないといけないんですけども、今回はですね、何でしたっけね、これ、純米酢でいいのかな？これ。なんかこれ入れるだけで酢飯が完成しちゃうよみたいな、そういう便利なお酢を買ってきましたんで、これとご飯だけでシャリができます。はい、じゃあまず10円で作らないといけないのでお金の計算なんですけど、うちのお米ってですね、近くの米農家の方から買ってるので値段がかなりアバウトなんですよね。だからですね、砂糖のご飯のお値段を参考にしました。砂糖のご飯はですね、一つ 300g が243円なんですよ。1円あたり 1.23g です。で、次にお酢のお値段なんですけども、今回使用するこちらのお酢がですね、 500ml 300円なんですよね。ということはですよ、1円あたり 1.66ml です。でもってですね、ちょっとややこしくなってくるんですけども、酢飯はですね、ご飯 300g あたりだと酢を 90ml 使うんですよ。お酢 90ml は値段に換算すると54円、ご飯 300g は値段に換算すると243円です。まあ、つまりですね、300g の酢飯を作ろうとするとお値段が297円かかります。まあ、約 1g あたり1円ですよね。まあ、1円で 1g 以上のお米を使えるということで、まあ、今回はね、10円以内に値段を収められればそれでいいので、まあ、大体ね、酢飯 1g 1円と換算してやっていきます。はい、じゃあまずですね、 300g の酢飯を作っていきましょう。はかりはかり、はい、こちらにはかり用意しました。はい、じゃあまず 300g のお米、すい、これで 100g ですか？すい！ 300g って結構あるな。はい、だいたいこれが 300g です。めっちゃ多いや。よいしょ。じゃあですね、この 300g のお米をですね、こちらの米の桶にこう、バーンいきます。はい、続いてですね、お酢 90ml 測っていきます。結構あるな、90ml って。まあ、多分このぐらいだと思う。はい、というわけで 90ml のお酢を回しがけ。これでいいんだよね、本当に。なんかちょっと心配なんだけど。これでいいよね。これでいいんだよね。これ、多くないよね。はい、というわけであとはひたすらかき混ぜていきます。うちわ。はい、じゃあ適当に冷ましていきます。冷まし方なんか違くない？はい、多分できたと思います。というわけで、まずシャリを握っていくんですけども、ネットで調べた限りでは、美味しいお寿司のネタとシャリの比率っていうのは、ネタが4割、シャリが6割の比率で作る方がいいらしいです。まあ、これ量的な比率で、値段の比率ではないんですけども、まあ、ちょっと値段の比率にしときましょう。ということで、シャリのお値段は1貫あたり6円で作ります。つまり、6グラムのシャリで作ります。はい、よいしょと。これで多分ですね、20グラムぐらいあるんですよ。だからこれの大体3分の1ぐらい。これでどう？あ、大体このぐらいか。はい。というわけで、一貫あたりのシャリの量、大体これぐらいです。さあ、では今回の動画でおそらく最も難易度が高いであろう、シャリを握る工程です。じゃあ握っていきます。これ握り方とか全くわかりませんからね。勘で適当に握っていきます。うわ、めっちゃバラバラするシャリ。はい。多分こんな感じでいいんでしょう。多分これで。あ、なんかそれっぽい気がする。米の一粒たりとも逃すわけにはいかん。10円寿司は米の一粒が貴重なんや。強く押しすぎるとなんか良くないって聞くから、なんかふわっとした感じで。なんか、はい、それっぽい形になりました。というわけで、スイ！はい、できました！これ多分 6g のシャリです。1貫あたりのシャリ、これです。これを量産していきます。はい、シャリっぽいもの、できました。まあ、形はちょっと素人なのでね、あんま綺麗じゃないですけども、まあ、それっぽい形になりました。じゃあ次にですね、ネタの部分を作っていきます。ですね、ネタはですね、先ほど紹介したこちら、1パック644円なんですけど、これ中身が4種類のネタが入ってて、あとは大根のすりおろしたやつと、ちょっとしたシソと、
なんかこれわかんない、パセリみたいな青物が入っております。ですね、これ値段の設定が非常に難しいんですよね、いろいろ入ってるから。だからこの際ですね、このネタだけを考えます。ネタだけで644円とします。この大根とかこのシソとかは0円とします。そうさせてください。ちょっとお高めになっちゃうんですけども、だいたいそれぐらいでいいと思います。でさらにこのネタもですね、おのおのどれぐらいの値段かわかんないので単純に4分割です。なのでですね、644円割る4は、641円です。一種類のネタあたり161円ですね。これですね、一パックあたり4枚入ってるんですよ。つまり、この1枚は161円割る4。40.25 円です。これ1枚約 40.25 円します。これを4円まで絞るってことは、つまり10分の1です。4枚ネタが入っていたら、1枚を10分の1にカットしたものが、10円寿司のネタになります。というわけでね、まずこいつを10分の1にカットしていきます。だいたい、ここが半分だ。だいたいここが半分なので、ここで切って、で、これをさらに5分の1に切ればいいんですね。これが4分の1なので、これの5分の2が10分の1ですね。だから5分の2だから半分よりちょい左あたり。このあたり。これだ。できました。多分これが4円分のネタの量です。というわけで、この4円分のネタを先ほどのシャリに乗っけると、はい、できました。一貫できたぜ。これが10円サーモン寿司です。はい、このペースでいっていきましょう。次はこちら、ブリです。こいつも10分の1にカットしていきます。はい、ブリ寿司のネタ、このぐらいです。最後にですね、ちょっと変わり種を入れたいので、こちらの甘エビ使っていきます。甘エビはですね、1、2、3、甘エビは7つ入っています。甘エビは1つあたり23円ということになります。なので、こいつを4円分にするには、だいたい6分の1にカットすればいいことになりますね。だから、こいつをさらに3等分すればいいから、だからだいたいここよね。はい、できました。これが甘エビの10円寿司のネタです。気持ち尻尾の部分を。気持ち多分尻尾の部分。多分これがね、6分の1ぐらいの尻尾だと思うので、この尻尾もついでにね、乗っけときましょう。甘エビなんでね、尻尾大事。はい、というわけで、1貫10円寿司ができました。じゃあ一つずつ見ていきましょうか。1貫10円のサーモン。うん、こんな感じですね。まあ、シャリの量はまあ、許容範囲でしょう。まあ、ネタはね、うん。まあ、4円分ならこんなもんでしょう。はい。ブリも似た感じですね。でもこいつはね、思ったより身が取れたと思いますね。ブリは若干コスパがいいのかもしれません。で、そして最後、甘エビですね。はい、こちら。もう白に白を掛け合わせたんで、もう何が乗ってるか分かりにくいですね。微妙に乗ってますが、こちら4円分の身でございます。で、こちらね、サービスの尻尾ですね。はい。はい、という感じで出揃ったんですが、寿司はですね、まだ完成してないんですね。お寿司に必要なのは、そう、こちら。醤油なんですね。ご飯の値段をですね、1g1 円換算したんですけども、正確にはですね、1g 0.9 何円かなんですよね。微妙にお安く上がってるんですよ。だからですね、こいつ1貫9点何円かなんですよね。多分この醤油を2滴垂らせばちょうど10円ぐらいになると思うので、こいつでこの醤油をかけて完成です。というわけで、かけていきましょう。1、2、OK。1、2、よし、1、オッケー。というわけで10円寿司が完成しました。ではですね、いよいよお楽しみの試食タイムです。では10円寿司、まずはサーモンからいただきます。いや、寿司初めて作ったからな。うんうん、あー、シャリの味しかしねえ。あれ、身はどこ、お寿司どこ、身はどこ、魚部分どこ、あれ、魚部分が見つからない、あれ、お酢、うん、酢の味しかしない、あれ、おかしいな。いやー、どうやらですね、サーモンは おそらくね、こう恥ずかしがり屋なんでしょうね。口の中でどうやらサーモンを見つけることができませんでした。まあブリならね、こっち結構肉厚なんで大丈夫でしょう。というわけでブリの10円寿司いただきます。あ、一瞬でなくなる。こちらですね、一応ブリを口の中で感じることができたんですけども、もう一瞬でしたね。もう2秒ぐらいでブリが消えます。ほぼシャリの味しかしなくなります。というわけで最後こちら、10円の甘エビ寿司いただきます。まあ、尻尾は食べれないんで、ちょっとまあね、飾りなんでのけますと。はい、じゃあこちら、いただきます。あ、オッケー、オッケー。エビの部分捕まえた。うん。あ、これも一瞬、あ、もう刹那的な寿司だ、これ。いただきました。ね、一応、注意してたので、エビの身の部分を捕まえることができたんですけど、一回ガチって噛んだらもうね、その後はもう一切エビを感じることができなくなりました。はい。ほんと一瞬です。はい。というわけでですね、まあ、そのうちやってくるであろう10円寿司ブームを先取りしてね、お寿司屋さんより早く10円寿司を食べてみたんですけれども、これ売れねえわ。